れ様です。こんばんは。こんばんは。ジミリンが10時半をお知らせします。10時半です。こんばんは。こんばんは。10時半です。はい、今日はリアルお話し会ありがとうございました。そして最後のリアルお話し会ありがとうございました。ありがとうございました。パチ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 、ありがとうございます。ごめんね、メール全部結局全然送れなかった。すみませんね。ということで、ありがとうございました。最後までお話し会。あー、え、何これ、お化け、お化け、何、アイス、何、くまちゃん、イケボさん、リアルお話し会ありがとう。本当にいつもありがとう。ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。わしょわしょい、ありがとうございます。くまちゃん、お化けくま、かわいい、アイスみたいな。ありがとうございます。アイスみたいですね。ありがとうございます。ありがとう。最後が次々と、そう、最後が次々と終わっていきますが、今日はリアルお話し会の最後が終わりました。そして人知れず最後の握手会もいつの間にか終わっていて、残すところオンラインお話し会のみとなりました。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございました。本当に最後に会いに来てくださって、ありがとう、ありがとう、ありがとう、とっても嬉しかったです。そうなんです、喉が途中ちょっと持たないかもって思ったんだけど、蜂蜜入りの紅茶、レモン、蜂蜜レモン飲んだりとか、そう、なんとか、喉
ことが強くなったのかな。あ、みんみんさん、今日はありがとうございました。き、き、ありがとうございます。き、お化けき、き、ありがとうございます。わしわしょい、ありがとうございます。き、ありがとう。嬉しいね、みんな。みんなみんな嬉しいです。ありがとうございます。あ、抽選。あ、トリック。え、なんだっけ、トリートだったらいいんだっけ。これ、くじだよね。くじ。くじだよね。素敵、ありがとうございます。はい、あ、そしてありがとうございます、ポストをします。ありがとうございます、ポストです。それでは私ポストしますね。皆さん、あ、ポストする前に。これをみんなに見てもらいましょう。これのテープとメモ帳、ノートとペンを取ってきます。すみません、一旦暗くなりまして、すみません。ペンと、ペンとテープと、一回でもう全部いっちゃう。ペンあった。ペンと、あれ、ノートあれ、ノートあれ、ノートってどこにあったっけ。この中にあった。ちょっと待ってね、この中にあった。あれ、あ、あっちだ、あっちだ。あ、ありがとう、写真集見えたよ今。ちょっとごめんね。ありがとう、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 ありがとう。はい、はい、ありがとうございます。ひろかずさん、今日の一番はひろかずさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。はい、貼ります。ちょっとポストする前に貼ります。
こちらお話し会で言われた方も言われてない方もお待ちしてます。ありがとうございます。そう、製造の方が入るからちょっと外してたんですけど、そう、これ明日までです。こちら明日まで、ちゃんと持ってきてて偉い、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。写真集来ないかな。写真集今日、はい、なくなった。一文字さん、ありがとうございます。お、海ぐまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、これからも応援します。ありがとう、引き続きよろしくお願いします。はい、それでは次とします。これかな。はい、はい、それではポストします。ちなみに、セレモニーの画像もポストするんですが、まあ、一応許可は取ってないのでモザイクをかけております。ご了承くださいませ。はい、それでは
それでは行きまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ごめんね、最近なんかめっちゃ重くって携帯が。ポスト、イソケンなど、Q、カープップ、ヒーロー、ヤギさん、ミキネコファミリー、ポム、ナオ、ユッキン、いいね、エジリン、デコ、サトシ、クマタカタク、キュンデスおじさん、謎のプリースト、コニョ、イッチーちゃん、ギン、ありがとうございます。はい、みんな書いてくれてるのかな、いっぱい。ありがとう。ありがとうね。ございます、本当に本当にありがとう。6年半、1位もありがとう。あ、ミエスクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう。皆さんのメッセージは後からじっくり読ませていただきます。はい、改めましてリアルイベント、リアルお話し会、本当にありがとうございました。6年半、ありがとうございました。まだ握手会だった頃、私がまだ STU に入った頃、とある先輩がちょうど私が入ってすぐぐらいの時に卒業されてたんですが、そこのセレモニーだったりとか SNS で、その自分は握手会を一度も休まなかったことが誇りですっていうことを、あ、ちょっと流れないうちにね、マクレガーさん、ありがとうございます。ありがとう、わっしょいわっしょい、ありがとうございます。クマありがとうございます。またありがとうございます。写真集もよかったら、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、ありがとう、クレガーさん。そう、皆勤賞ですって言ってて、私がまだ入った頃の時とかだったんだけど、それがすごくかっこいいなと思って。確かに体調が悪くてめちゃくちゃ無理してくるのは本当に違うと思う、私は思うんだけど、ただなんかそうならないためにだったりとか、多分いろんなことをなんか頑張って、結局その方は皆勤賞で卒業をされていったんですよ。なかなか、確かに今思えばその当時握手会皆勤賞ってなかなかその忙しさでできる人って
いなかったのかなって思って、それがすごくかっこいいし、私も自分がいつかその卒業するとき、握手会最後ですっていう時のセレモニーで一度皆勤賞でしたって言えるように頑張ろうって思ってたんです。あ、カズカンジさんありがとうございます。そう、私はちょっとオンラインをこの前休んでしまったので体調不良で、その全ての握手会お話し会を一度も休まなかったですとは言えなくなってしまったんですが、リアルお話し会とその握手会は一度もお休みし、まあお仕事の都合で振り替えとかはありましたが、中止とかコロナ禍でっていうのはあったけど、それ以外は毎週声を枯らしながら参加しました。なんかその当時応援してくださってた方はもうあるあるだし、逆にみんなもすごいなって思うんですけど、私握手会でフル部数になって完売するようになって、もう声が毎回枯れちゃうようになったんですよ。それが2日間あるともう2日目は声が全然出なくって、だから声が出ませんっていう張り紙をしてやってたんですけど、多分それっていろんな考え方があって、私がもしそこでお休みしたら逆に正式に振り替えができるんですよ。その喋れない私と会話するより、そのちゃんと正式に振り返って喋れる時に話すっていう手もこと、そういう選択肢もあるんですよ。そう、ただ私は喋れなくても参加したいっていうことと、あと私のファンの方がそんな喋れない私のところにも来てくれて並んでくれて、それを受け入れてくださったので、私はそれを続けることができました。きっと皆さんが、いや声出ないのに行く意味あるんかってすごい言われ、そういう意見の方が多かったら、多分私はじゃあ振り返った方がいいのかなと思って振り返ってたかもしれないんですけど、そう、みんなもなんかもう喋らなくていいよってずっと自分の話してくれたりとか、相槌だけでいいよって言ってくれたり、すごい、そう、皆さんが優しく皆勤賞にしてくれました、私を。ありがとうございます。トリック、そうなの、握手会ってお話し会って結構前からその日程が決まってるので、そこをお休みを取ってきてくれる方とかがいるから、そう、私もその気持ちに応えたいなってずっと思ってました。最後は久しぶりの方だったり、最後だからって初めましての方が勇気を出して来てくださったり、ずっと応援してたけど実は行ったことがなくってっていう方がたくさん来てくださったり、久しぶりの方が来てくださったり、その一面がいつも通り来てくれたり、そう、本当に楽しい一日でした。
ありがとうございました。めちゃくちゃだから多分みんな1枚2枚だったりとか1時2時とかで完売してるからきっとみんな2桁持ってる方いなかったのかな。ね、みんなが少しずつ持ってるからどうしても列も長くなっていっぱい折り返してすごいお待たせして申し訳ない気持ちと同時にこんなにたくさんの方が会いに来てくれるんかと思ってめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます、ね、ありがとう。ねえ、本当にすごかったね。本当に今日来てくださった方はね大変お待たせしました。でも私はすごく嬉しかったです。ありがとうございます。すごく素敵なフィナーレになりました。こんなにたくさんの方に囲まれて最後を迎えるのはそうとても嬉しかったです。ありがとう。ね、なんか逆にこのタイミングでリアルがあってよかったなって思いました。そのオンラインだけじゃなくってリアルイベントが徐々にできるようになったっていう時でよかったですね。パーテーションももう薄くなって距離も握手できるぐらいに近くなってね、ありがとうございます。そう、最後のセレモニーもありがとうございました。ありがとう。遅いのにたくさんの方が残ってくださって嬉しい、恥ずかしいです。私ああいうのね恥ずかしいってなっちゃう人なんですけど、残ってたメンバーもみんな来てくれて、そうなの、嬉しかったな、嬉しいな。あ、嬉しい。写真集もありがとう、柏木まさきさん。N さん、あ、すごい、 N さん2冊ありがとうございます。 N さん、 N さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ、みーちゃんセレモニーにトーク中断して参加させてくれたファンの感謝ね、本当にトリック。私もちょっと様子見ながらだったんだけど、ちょっとみーちゃんが私のセレモニーには残れないのはもう分かってたから、そこでしか3人揃えないからちょっとね、まだ残ってたんですが途中で、あ、ね、ちょっと待ってもらってみーちゃんのお誕生日に参加できてよかったです。揃ってよかった。そう、今日はねニャーポップお揃いのワンピースです。かりんが用意してくれました。そしてこのかんまり、あ、ひださまさん、女優のエミリーも応援します。ありがとう。木が生えた、ありがとうございます。わっしょわっしょい、ありがとうございます。ひださまさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、よろしくお願いします今後も、ありがとう。そう、そしてこのティアラはよいしょ、なんとニャーたちからのプレゼントです。ニャーたちがねくれた、これつけてって、
アクスタの、あ、うん、これは昨日の夜くれた、これはニャたちからですって、ニャたち、あかりとみなみからですってくれた、昨日の夜に。そう、つけてもつけなくてもいいよっていう気遣いの言葉とともにくれました。嬉しい。ね、めっちゃ可愛いよね。これ。そうなの。素敵やー。ね、ありがたい。ありがたい、ありがたい。嬉しいね。そうやって思ってくれるのは嬉しいね。ナイスサプライズね。半年で寒くなかった。あ、え、なんか途中、え、ちょっと汗かくかもってぐらい暑かったし、来た方さ、会場ちょっとさ暑くなかった？私ちょっとそう、少し汗ばむぐらいだったし、 T シャツで来てる方もちょっとなんか T シャツ汗ばんでて可愛かっただよね。ちょっと暑いよねここって思いながらそう、お外行くと寒いんだけど、会場の中多分人が多いから、そのまあわちゃわちゃの熱気と人が多い熱気とで、そう、会場はねちょっとポカポカでしたね。そうだよね、でした。いやー、でも本当に楽しかった一日、ありがとう。卒婚に行くよっていっぱい言ってもらったし、その写真集チェックするよっていっぱい言ってもらったし、これからも応援するよっていっぱい言ってもらったし、もうね、嬉しいな。この時間って自分の活力になってたんだよな、結局6年半って改めて思いました。みんなと直接会って自分がちょっとうまくいかなかったなって思うことがあったとしても、それを全力で無視して良かったことだけ褒めてくれたりとか、逆に私、あ、これうんって思ってたこと、もいやめっちゃ良かったよってめっちゃ褒めてくれたりとか、もう私に自信をつけてくれる時間ですね。お話、握手会とかお話会って、私人生で一日にこれだけの人にこれだけ褒められる時間って、もうなんかギネス、自分のギネス記録並みにだと思う。今後この記録は破られないと思います。それぐらい定期的に一日中褒められ続けました。私はたまーに、なんでそういうことを言ってくるんだろう、なんでわざわざいっぱい並んでそういうことを言ってくるのかなっていう人も、握手会の時はいた。え、でもいつからだろう、オンラインになってから減ったな。そして今日はもちろんだけど一人もいなかった。そう、いるの？まあ昔はね、昔はねって、そう、まあ
昔はなんかそうなんでセンターしてんのみたいなのだったり、なんだろうな、うん、そうなんかそれをね、わざわざ推し面にその時間を使ったらいいのにってすごい思ってた。それって結局私の一枚になっちゃうから、結局それって私の応援になってるんじゃない、周りもあってって、思ってた。あ、でもその時から思ってたから私全然大丈夫。まあちょっぴり悲しいかな。でもそのそれ以外はもうあと全員褒めてくれるから、みんなそう、うん、もう、うん、そうだね、いたねって、そんな時もあったような、なかったような。でも確かに今言われないと思い出さなかったぐらい、なんか全然そんなことよりみんなの方がめちゃくちゃの心に残ってるから大丈夫だよ。いろんなことがあったね。握手会中に選抜発表があったりさ、あったよね。よく発表あったよね、握手会中に。仁義なき戦いの発表だって握手会中にあったんだよ。しかもさ、全部さ私たちもそこで知るから、ちょっと映像見れなかったら、え、見れなかった部分何みたいな感じになって理解追いつかないとか、風を待つの選抜もだし、アンクレットの選抜も握手会中だったよ。うん、ハッシュタグのぼるさん、ありがとうございます。ありがとう。ね、懐かしいな。もうないのかな、握手会中の発表って。まあでもさ、握手会の中の発表ってさ、その例えば夜だけの子とかさ、まだ会場に来てなかったり、朝だけの子がもう会場からいなくなってたりするからさ、まあちょっと不平等ではあったんだよね。ね、ね、うん、みんみんさん、3つ
ありがとうございます。嬉しい。写真集タワーだね、3冊って。ミミさん、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 ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとうございます。なんか本当に私の唯一の握手会の欠点っていうか懸念点っていうかマイナスポイントが、その声が枯れることだったんですよ。もうそう、声枯れなかったらもう毎日握手会したいぐらいすごく好きで、でも声が枯れちゃうし、それがだんだん1週間かけて戻ってきたところでまた握手会があるから、また戻りきる前に声枯れちゃうんだよ。多分戻りきる前だから余計枯れやすくなってたりとか、強くなった、いや多分ね、そのまだ握手会の時の人数とペースに完全に戻ってないからだと思う。今私の体感、こんなに完売してこんなにいろんな人来てくれてるけど、握手会の時の方が長時間喋ってた気がする。うんです。だってこんなに完売していっぱい喋ってたけど、私毎分10分ぐらい休憩時間あったもん。10分か15分か。でも握手会の時って私完売した部はもうその部が終わったらもう次の部休み時間なしで始まるか、なんならもう5分オーバーとかだった毎回。時間通りにやってるのになんで押しちゃうのっていうね。そう、そんな感じだった。でちょっとリップ塗りに戻ってでとかで、そうだったから、その今はまだ握手会のペースではないと思う。今日も休憩あまり取れてないよね。まあそうかもしれないけど、もそのそう握手会の時に比べたらもう全然毎時間休憩してるから、してるけど、まあ確かにそうだね。今日の休憩時間も2時間3時間目の休憩時間もずっと卒コンの打ち合わせがありまして、そうあっという間に次の部だった。静かに喋って、ささやきゆみこでした。夜ご飯で今飯があったらしいんですけど、私が帰ってきた時にはもう牛がなくって、そう、あ、小太郎さん、ありがとうございます。ありがとう。お昼ご飯食べれたの？5分で食べますって言って5分で食べて、食べた5分で食べた。今日全然いいの、全然大丈夫。残念、牛あかり先生だな、残念、牛って牛だね、中だね、は
頑張ったのにないのは悲しい。まあ別に頑張ったっていうか、アトリくん、そう、まあ、別に頑張って頑張ったっていうか、まあ立ってずっと立てたのはそりゃそうかもしれないけど、うん、けどそんなにお腹空いてなかったし私、うん、全然なんか、うん、お腹空いてなかった。これ大丈夫だよ。でその後みーちゃんとかが待ってくれてて、そう3人で写真を撮りました。またアップします。ごめんね、もういろいろ追いついてなくてごめんね。二人とももう今日あげられててマジですごいって思う。写真いっぱいもらってて、私どの写真にしようかなっていうのをちょっともう今日中に選べなくってごめんね。二人ともマジで選んでてすごい。本当にすごい。さすがなニャーたち。ニャーたち。あ、これニャンたちにがプレゼントしてくれたんだよって言ってるってすごい好評って言ったら、ニャンたちかわいいって言われた。ニャンたちっていうあの表現が、ニャンたち、ミリンかわいかった、ありがとう、ありがとう。そう、すごい、ね、なんか2人とも忙しいのに時間を見つけるのがすごく上手。私はパーほう、もうこんな時間ってなっちゃう人だから、そのちゃんと今やらないといけないだったり、この隙間時間を使ってちゃんとそうやって SNS 更新したりとかするのって本当にすごいし、それってアイドル、アイドルにはあった方がいいスキルだと思う。結局 SNS が多いから全部後回しにすると何も更新できなかったりするから、まあ更新しないっていうのも一つの個性かもしれないけど、そりゃファンの皆さんは更新してもらうことのが嬉しいに越したことはないから、しっかりしっかりしっかりね。私だって BLT グラフのやつもまだツイートできてないし、本当にどうなって、明日、頑張ろう。受け取ったけど開封してない。ゆきね。ゆっくり見て。受け取ってくれてありがとう。
そして、あ、え、待って、もう11時半なの？え、超早すぎてどうしよう、超早すぎてどうしよう。とりあえず、とりあえず、あの、写真集こちらです。生写真の絵柄が。ぜひ今日直接来てくださった方もよかったらどうですか、最後に。よかったらどうですか、よかったら、よかったら、どうでしょうか。そうです、この絵柄、あと1日ちょっとです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いしますと、あとは今日発表があったんですが、10月30日に、君は何を公開するのかな、 MV が解禁されるって。あ、現在1位、ありがとう。そう、何時から、8時から9時から、ね、楽しみ。そう、楽しみ。20時か。へえ。楽しみだな。一緒に見れるかな。え、ね、どうなんだろうな。わからぬな。私もまだどんな MV になるのか、まあ完成は見てないので、自分が撮ったところとか大体なんかね、どんなところで撮ったとか、どんな感じで撮ったとかわかるけど、わかるけど、そう、完成したのはまだ見てないから、そう、すごく楽しみだな。ね、あ、一万盛り上がりしてる、ありがとう。一万盛り上がってる、ありがとうございます。盛り上がってる、やったー、うん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 、え、今日可愛かったのが、本当に可愛かったのが、セレモニーで私よりもミチとマヒナが泣いてて、マジで可愛かった。本当に本当に可愛かったんだけど、見た？本当に本当に可愛かった。そうなの。まあ、タキノはもちろん、もちろんっていうか、うるうるじゃないですか、こんなにたくさんの方が、
こんなにたくさんの方が最後まで残ってくれてありがとうって、あ、自分が泣いてみれてないかわいい、そう、ありがとうっていうので、あ、もう最後なんだっていうので、私がうるうるするのはもうそういう時間だけどさすごい可愛かった。ロトさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、嬉しいね、嬉しい嬉しいです。みんなきっと卒コンでも泣いてくれるのかな、どうなんだろうどうなんだろうね。いいなね、タオルをフル活用しますね。涙はこれで拭いてね、タオルでぜひ拭いてください。そう、でもやっぱりお話し会でもお話ししながらうるうるしてるあの方を見ると、私ね、もらい泣き しがもらい泣きを しやすい人超もらい泣きする人なので、もうそう、うるうるさせされるとうるうるしちゃいます。あ、てるてるくんさん、ありがとうございます。そうなの、だから私を泣かせたいときは皆さん自分がうるうるしてくださいね。わらね、ありがとう。そして今日のセレモニーにいる方はみんな卒コンに来てくださるということだったので、お待ちしてます。ありがとう、本当にありがとう。え、あと30分なんだが、早すぎんか、早すぎんけ。そう、ありがとう、本当に。行きます、ありがとう。元気に手を挙げた人、前乗りするかどうかだけ検討中。ありがとう。グッズ、グッズでしょ、グッズどうなんだろうね、グッズ、わかんないな、わかんないな、どうなんだろう、本当に。うん、謎い。あ、グッズのネーミングセンスがさすがだと思った。あ、ありがとう。もうあの名前はもう絶対滝野がつけたでしょって思うよね、みんな。そう、ちなみに切符キーホルダーだけ普通です、名前が
キッポキーホルダー卒コンバージョン、それはなんでかっていうと卒コンバージョンっていうことはみたいなのがいつかあったらいいなっていうやつです。ね、いつか何かで。じゃなかったら私別に、うーん、終点は始発駅である、終点駅は始発駅でなのである、切符みたいな感じだったり、あとなんだろうな、滝野由美子青春6年半切符青春6年半切符よくない？そう、18切符みたいな、そう6年半切符。まあ卒コンバージョンで、卒コンバージョンで。本当は他にもこういうのが作りたいとか、こういうのがあったらいいなとか、いろいろ考えてたんですが、なんかそう、いろいろいつかここだけじゃなくって、なんか卒業したとことかでもただいいなって思いました。あ、774-90383、ありがとう。ありがとうね。ごめんね、ちょっと充電が今日は22時半か。写真集ノートに、ごめんね、20% になりました。ちょっとやばいかも。38分でしょ。やばいかもな、ちょいやばかもな。ギリ持たないかも。 10% にな、いつだろうかな。
あ、そうだ、これね、私じゃん、差し入れでいただいた、テレテテテレテレステテテレレテレテレテテテレテレステテテレレテレ、かぼちゃもすごくいい匂いです。すごく私あのね、これと猫があって、もちろんどっちも可愛いんだけど、これめっちゃ可愛いじゃないですか。これね、これめっちゃ可愛いんだけど、あのね、黒猫もめっちゃ可愛くって、そうで、もうなんか95対5ぐらいの割合で半々ぐらい置いてあるのに、もう猫、みんな猫を先に多分取っていって、もうその下手したら誰も取ってないんじゃないみたいな感じになってて、こんなに可愛いのに、こんなに可愛いのに、ただ猫も可愛いから、そう、あ、何何、おばちゃんさん、ありがとうございます、ありがとう。そしてバンダナくんさん、ありがとうございます、ありがとう。そうで、まだ猫があと2つぐらいあったんだけど、なんかこのかぼちゃを前に、猫をなんかどっちも可愛いのに、なんかわかるかな、例えば赤と青の芸人さんが、芸人なんかあんまり よくない例えだな、なんだろう、あ、赤と青の決勝戦があって、5人え、マジで僅差なのに5人が赤赤赤赤って入れちゃったら、私青に入れたくなるよねみたいな感じの、わかる？もちろん他の人の意見を参考に自分の意見変えちゃダメなんだけど、そのそう、それぐらいの気持ちになりたいよねみたいな感じ、そんな満場一致で赤が良かったわけでもなく、超僅差だから本当は3、2ぐらいの評価なんだけどみたいな、そう、まあでもこういうのって別に大体こういう一人ずつの結果を出す時って、まあ一般的には他の審査員の意見を踏まえて自分が意見を変えるっていうことはないじゃないですか。そういう本当のガチガチガチなやつはね、そうけど、私はその僅差やんってそう思ったのだから一旦その時はもうどっちも取らずにスルーして、もうその多く残っててかわいそうだからみたいな感じにしかもなりたくなくって、それもかぼちゃに申し訳ないと思って、私はもうどっちも取らないで、あえてその時はどっちも取らないで、まあそしたら最後に帰ってきた時にもうかぼちゃしか残ってないから、あ、かぼちゃだって取りましたっていう、そう。っていう壮大な話やな。そう、なんかこんな
この可愛いかぼちゃ一つで私はこんなにいろんなこんなにいろんなかぼちゃの気持ちを、かぼちゃの、そう、全米が泣いた。いや、なんかね、あ、でも私今半は牛とその天ぷらがあって、私は牛が欲しかったのに牛が全部売り切れてて天ぷらを食べたんですけど、牛が良かったですこれは牛が1個残ってたら絶対最後の1個取ってたと思うだったみたいで、だってもう跡形もなくなかったもん、うん、は、ゆうきさんありがとうございます。ありがとう。まあでも言っとくと天ぷらもめちゃくちゃ美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。ちょっと染みてるご飯も食べちゃった。味が染みてるご飯も食べちゃった。美味しかった。おいしい、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 おいしいやつ、おいしいやつ。そう、染みてるご飯いい、染みてるご飯いい、ほんとに。そう、そうなの、うち全部早い者勝ちなんです、 STU って。STU って大体早いものが大半が早いもの勝ち。そのなんか年功序列でもなく、なんか例えばまあ選抜順とかでもなんでもなく、そう、もう早いもの勝ちが大半ですね。そう、忖度なし、そう、忖度なしです。良くも悪くも、うん、よく先輩が取ってからとかのはない、ないないです。でも多分そんなことしてたら、その私とかなかなか楽屋に帰ってこなくって、それを待ってたらみんなご飯食べられなかったりするじゃないですかね。そう、もうチェックしたもん勝ち。差し入れもまあ一人一個って書いてるやつはちゃんと一人一個守らないといけないけど、そう、そうなん、私も結構楽屋に帰ってくるのが遅いことが多いけど、もう大体なかったりする。ちょっぴり寂しいけど、でもそれは別にそれがもう、そう、そういうもんだからって思ってる。そしてちょっと、はい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 、はい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 、はい、そして私は場所を移動しました。充電をしながら配信をしております。ただ紙とペンは持ってるので、いつでも写真集は良いですよ良いですよ、ちゃんと持ってるので、いつでも飛行機を飛ばしてください。いつ
つでも何時でもお待ちしています。いやーでも本当に私は今後握手会お話し会がない人生なのかね。いや、あったとしても、もし仮にあったとしてもさ、その一人じゃん、全員私のために来る人たちじゃん。その私たちのさ、グループの話し会みたいに、例えばあかりんのファンの人が1枚だけ私に来てくれるとか、なんだろう、そう、あのみちのファンの人が1枚だけ来てくれるとか、ついでにみたいなのないから、今回みたいなわちゃわちゃでもなんでもないんだよね。もう、そう、ちょっとハードル高いよね。このみんないるよりもさ、みんないるよりも、あ、そうだ、あとお花ありがとうございます。お花持ってるね、お花持ってる、あっちお花があります。ありがとうございます。卒業セレモニーでお花をいただきました。すごく素敵なお花、みんないい匂いって言ってた。あのね、最後楽屋に戻ってからいろんなメンバーと写真を撮ったんですけど、そう、みんなすごいいい匂いって言ってくれて嬉しかった。私が変だった、すごいみんな可愛いオーナーって言ってくれて、そう、私が変でした。ありがとうございました、ファンの皆様。ありがとうございます。本当にありがとう。みんなもこれからも自慢のファンの人でいてね、私の。そう、自慢でいてください、私の、ね、そう、ありがとう、ありがとう、変わらずにね、お互い変わらずに、そう、本当に私は変わらないんで、うん、そう、周りが変わったからって私まで変わったと思わないでくださいね。そう、私の環境が変わったら一見私変わってそうですが、そう、私がどんなに500万フォロワーとかの超人気有名人になっても、私は私ですからね。ひらりんさん、ありがとうございます。卒業したらユミンって呼ばなくなるのかな。あ、どうなんだろう。確かに私ユミリンって呼んでくださいとか言わないかも。でもなんて、私難しいんだよね、なんかさ、難しいんだよね。マイアンとかだったらさ、別にマイアンでいいじゃん。
本当になあちゃんだったらさ、なあちゃんでいいし、まあなあちゃんもなあちゃんでいいし、ゆみなんて呼ばれたい、いや難しいんだよね。でも私滝野さんはなんか楽器みたいな感じでユミリンでいいでしょ。ユミリンかな。でも私あんまり今後自分がいろんな活動していくにあたって関係者の皆さんがユミリンって呼んでいる想像がつかないんだよね。ってなった時に私すごい滝野さんって呼ばれそうですごく嫌で、でもなんかユミリンも違うんだよね。なんかさないなんかないですか、あのその気軽に呼べるやつ今更そう、ちょっとユミリンはアイドルっぽいんだよね。ユミコさんで、でも自分でさユミコさんって呼んでくださいみたいなさ、違うんだよねなんて呼んでくださいって言ったらいいの。ユーミン奪います、あーユーミンって呼んでください。それがユミリンしか思いつかないんですよ。そうだよね、ユミリン呼びやすい。滝野ちゃん、え、そうなの、私結局滝野ちゃんなのよ。いろんな先輩だったりスタッフさんだったり、滝野ちゃん、滝ちゃん、あ、滝ちゃんはダンスの先生がみんな滝ちゃんって呼んでる、私のこと。あ、一粒の麦ましたん、3冊ありがとうございます。嬉しい、一粒の麦ましたんありがとうございます。写真集タワーですね、ありがとうございます、ありがとう。もうこんな時間、あっという間だ。じゃあ壇上を読みます。13位バリーさん、ありがとうございます。12位ヨシモンさん、ありがとうございます。11位カイ5079さん、ありがとうございます。10位カサオキさん、ありがとうございます。9位王子さん、ありがとうございます。8位カープ HK さん、ありがとうございます。7位ニモスケさん、ありがとうございます。6位イケボさん、リアルお話会ありがとう、本当にいつもありがとう、ことありがとうございます。5位オンタさん、ありがとうございます。4位ミンミンさん、今日はありがとうございました、こちらこそありがとうございました。3位ヒデ様さん、次はグリアリでお会いしましょう、ありがとうございます。2位マクレガーさん、ありがとうございます。そして1位は出会い頭のネギトロさん、ありがとうございます。そして写真集が、ありがとう、ギリギリに。肩の人さん、大地さん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで明日は最初ありません。はい、朝ゆっくり寝てください。私はちょっと朝配信もできないぐらいの時間にバタバタします。はい、頑張ります。また夜配信あるかなって思うのと、明日の夜配信で、来週の絵柄の発表をしたいと思います。
はい、来週の絵柄はこちらですというのを、明日の配信でお伝えします。ぜひ明日の配信でも写真集のチェックよろしくお願いします。そう、1週間って早いね、本当に本当に早い1週間。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。おやすみね。